さあ皆さん、ここは今倉賀池のハイウェイオアシスになります。そこからですね、今日行きたかったとこがあって、今ここ倉賀池公園につながってるんですけど、ここね、ここに行きたかったんですよ。いつか新潟の本社も行きたい。僕が注目してたやつなんですけど、スノーピークとジーンズのコラボですね。で、こうやって折りたたみできるんですよ、こうやって、うん、で今いろいろあるんですけど、今買いました。これちなみにこれ買いました、取り置きしてもらいました。欲しかったんでね、前から。どうですか、怪しいですか。うん、いやでもね、うん、似合う。それは似合ってると思う。プレミアつくかも。すごいなんかしっかりしてる。してるね。アパレルね、アパレル。これ可愛くないですか。今日は買いましょう。これ可愛くないですか。焚き火台のやつ。ああ、ワンコが似てる。え、嘘。焚き火台持ってるしね。何これ。ああ。そういう服持ってないよ。これ工具入れにどう。あの、別にキャンプじゃなくてさ。うん。これ、可愛くない。ここにさ、工具入れて普段作業するの、あかん、うん、可愛くない。ダメ、可愛い。私買わないんでね、めったに服買わないよね。はい、全く買いませんので。欲しい欲しい言う割に買わない人。なんか 4,5 年使ったりしますから、結構手広って、うん、これラファのやつ2つ買いました。家にあるの素敵。これうわーすごい。これ着てみていい。モデルみたい。なんか痩せたらいける。ちょっとチャレンジャーですけど、久々に着てたら。これはダメだ。あれおかしいな。あかん、これあかん、パナマや。いや普通にかっこいいんやけどな。ちゃ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 、まあ普通にかっこいいよ。嘘や、普通にかっこいいんやけど。あ、違う、ブーツ。すごい。うわすごい。無理やって。え、そういうタイプの服を着たの見たことないから。これ冬やからね、ちなみに。あ、冬なんや。お、うん。暑いもん。こういうことやろ、だから。あ、そう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 。正解はこれね。ごめんなさい、ちょっと間違えました。普通におしゃれなんやけどな。いや、無理でしょ、これ無理でしょ。これは普通に買えばいい。こちらの裏のお手書きが逆になってますね。こちらが裏の方の申し訳ないです。少し分かりにくくなって。これ表じゃない。裏の方になってますね。あ、こういうこと。ほんまや。表裏逆。あ、じゃあちょっと。あ、そういうことなんや。これ可愛いわ。これいいんじゃない。それは普通にも。これ買いましょう。なんかルーみたいだし。うん。あ、そうか。焚き火台だし。これは買いましょう。そういうことね。気に入ったんやろ。裏表逆やけど。裏表逆やったけど。これ気に入った。これかわいい。うん。これかわいい。どう？すごく前が邪魔や、これ入れる。男性はここはちょっとあんまり入れれんね。なるほどね。ガチで。ガチなレベル。これ変えましょう。面白いに変えましょう。これ工具入れれるから、ここに。うん。メカニック用で買いましょう。はい。じゃあ、それと、あれだね。お酒とか。あ、そう。私が気になったのは、クボタも。クボタって何？全然日本酒、日本酒。美味しい。美味しいよ。じゃあ買おう。有名なやつよ。こういう焚き火台出たんだ。
どういうこと？いや持ってんのこれでしょう多分、うん、あこれのでかいやつかなこっちかこれ、うん、これいいなへいやでもいっかめったに使わんしなそうだねこれ一押しやだこれ、うん、音がいいっていうじゃあ音がいいこれそれで打つと音がいいっていうことだろめっちゃ音がいいこれなルー用に食っていやいやルーちゃんじっとしてないってここの上でうんじっとここにできないもんな、うん、こんなもんじゃないっすかそうっすね、まあ、今回はあれですね本当にここでしかあんま買えないようなものを買った感じですね普段はあのなんかこういう用品ばっかだけど、うん、アパレルとかねそういう限定物とかそうねメガネとかゆっくり見れたことないからそうそうあと置いてないしあそうなスノーピーク専門店で買いたかったものは買えたかなって感じしますよかったねスノーピークいいとスノーピークいいとそういうの見るとそそられるようなえこれあすげえうまそう、これがいいローストチキンなんか急に食いたくなってきたこれはすごいね野菜とかやったら全然いけそうじゃない鮮度もこれ、うんこんなおしゃれなご飯あるスノーピークのお店ですからなんかいやすごいなんかグランピングの楽しみってさ料理やんだから自分らで作らずにここに泊まれんけどキャンプ料理が食べれるみたいな確かに感じやんなすごいこういうのにしようこういうのにしようだからこういう系、スノーピークの製品で作るからキャンプ飯キャンプ飯やこれはこういうのにしようキャンプ飯ディナーってことやな、うん、しかもやっぱステーキかこっち系行こうまあどっちみちも行きますか行くけどちょっと迷うなこれにしようかうんでかいな自信やねあ焼きスペアリブと焼きと煮る行きたいよねこっちこれはねこれが行きたかったんですけど多分自分でもできるからキャンプの時にこういう何ビーフシチューみたいなやつトマト煮込みはめったにやらんかなってだから選べる焼くか煮るか蒸すかっていう風に3種類選べるんですよスペアリブは焼く、ね、まずでこれローストチキンもなこれかなこういうのもな根菜のこれがうまそうだなこれサムゲタン煮るのこれでもいいよなんかウクライナ風でもさ食べたことあるサムゲタンはもウクライナ風って何、うん、ウクライナシナモンいやだから気になるよねっていう話うんいやでもこれでしょ、うん、これとこれだなうんそれでいいと思うこれ座り心地いいな全然いいこれいいなやっぱグランピング気分になってきた あるんだから今日暑いからあれだけどこのテラスで食ってもいいよね夕日見ながら後で夕日見よう。なるほどね。多分飯食い終わる頃にちょうどいいかなと思う。かもしれんな。自転車で来ようと来てたんですよ。ずっと自走で70キロぐらいかけて往復で、うん、あの前行かなかったんですけど、場所が結構やっぱあのちょっと豊田市内から離れた場所にあるからここ。うん。うん、でもあれだよね。あの高速ね、サービスエリアにあるから。急に話や久保田あるよ、まあ、買ったけど飲み比べあったよ帰れんからな俺そうやってじゃグランピングしてここで予約取ってここで、まあ、持ってきてくれるプランでもいいんだけどうんここでもう飲み比べして泊まりたいね、うん、風呂もあるって言ったしトイレもあるし、うんうん、これないと思ってただの箱に住むかなみたいなイメージスノーピークの本社はこういうとこ買い物できるとこもあったりすっごい広い高原があるのなんかそこにテント張れるみたいなイメージこんな感じだよねきっとじゃあもう行かなくていいかな遠いしそうやね新潟に引っ越しとかになったら行きたいね あっちの方そうやね結構遠いよ本当に行くの当たり前に遠いよそりゃ5時間かかるかなえでもここからっていうか愛知から5時間とかやと思う長野
通っていくんだけど、確かこれ時間ちょいぐらいかかる。いや結構遠いって5時間。じゃあ福井からのが遠いな。遠い、もっと遠い、うん、福井から7時間かかるよ。なんなら島並海道の方と一緒ぐらいの距離感や、距離感っていうか時間はかかる。長野だからかな、長野通るから遠いかな、なんか山通るから。うん、そうなんや。めっちゃいい香りする。味噌。めっちゃいい香りする。うん。ありがとうございます。何ですかそれ、鳥皿ですか。鳥皿だね。素晴らしい。もう本当にキャンプしてるやん。キャンプ。メニュー名ください。下田さん家の熟成豚スペアリブの信州味噌焼き。200g。まだこれが倍くるわけね。日本だったらね。うん、違う船ない。うまっ。これニンニクもらっていい？いいよ。全部食うよ。うん。あ、めっちゃうめえこれ。ちょっとこれ、これ絶対うまい。はい、はい、あ、めっちゃうまい。めっちゃうまいですよ。ありがとうございます。香りだけでも美味しい。うん、うわ、あ、これもいい香りするな。ダメだ、米が欲しい。すぐに米が欲しい。写真撮る。うまっ、うん、これさ、もうこうよ。なるほど。これどんなの、ほろって感じ。え、いい、食べて。いいよ。あ、柔らかいんだけどしっかり肉って感じ。うまそう。うまい。うん。うまっ。ご飯しか食べてない。うん。もうなんかヒレっぽいけど。あ、もちろん。ああ。米ですね。米しか食べてないよ、さっきから。はい、じゃあ本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。